How to レビットベーシック 4-12 レビットにおける寸法の考え方についてです。レビットは寸法が2種類あります。仮寸法と呼ばれる青い寸法値、要素やスケッチ線を描画したときや要素を選択したときに現れる計測値です。これらの寸法は操作を完了するか要素の選択を解除すると消えます。もう一つは確定の寸法、設計をドキュメント化するときに図面に追加する計測値です。これらはビュー固有でありシートに出力されます。指定点情報、図面内の選択した点または要素の高さ、座標または勾配に供給するためには指定点情報を使用します。図面内に寸法記入をしたい場合、注釈タブの寸法の平行寸法を使います。修正の寸法配置タブの選択、個々の参照、マウスを左クリックし壁全体を選択した場合、オプションで参照先を選択することができます。いかがでしたでしょうか。また次回お会いできますことを楽しみにしております。